ちょっとシャチ回ってきますかね。見てみましょうか。わからないんですが、それぞれで性格は違ってきます。はい。
まあ、現在ここには別のシャツで、日本で飼育しているシャツはオスはアースしかいなくて、ただアースはもう血もつながっているので、まあ、子供を作ることが今の中ではできない状態です。で、どうしていくかというと、まあ、野生から連れてくるという形になるんですが、それは結構難しい話ですね。今の中ではもう難しいことになってきています。もらうという形もあるんですが、それもやっぱり難しい環境になってきています。で、まあ、今考えていることは人工授精ですねということがあります。で、これはですね、海外で成功している例もあります。なので、まあ、いずれはシャチを増やしていきたいってなると、その人工授精っていうことが出てくるかと思いますが、まあ、今のところはまだちょっとそういった話っていうのは出ていないので、どう修正に行こうかという課題になっています。はい、あとお伺いです。はい、お伺いありますか。はい、一日の餌の量は多い方で、84kg 食べています。野菜のナスがあると思いますが、ナスをちょっと濡らしてみて、それを触ってもらうととても似てます。結構ツルツルです、はい。寿命はだいたい50年から60年と言われています。で、まあ、統計的にレスドバーがちょっと長生きな、はい、データが出ています。で、冬になると水温が11度ぐらいまで下がります。なので結構寒いです。やはり冬っていうのはかなり体的には厳しい季節ですね、はい。ただシャチにとっては冬の方が得意な、冷たい方が好きなので、はい、冬の方が得意な動物です。はい、はい、それではですね、そろそろお時間になります。9時になりましたら、ここ一度閉鎖させていただきますので、皆様、一回出ていただかなければいけません。